お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらボムバルーンやっていきたいと思います。さあ、ということでですね、バランス調整でバルーンがリワークされました。よいしょ。まあ、ダメージが33パー減った代わりに、まあ、攻撃速度が33パー増加したよねというので、まあ、一発のダメージが下がったけど、攻撃速度、バルーンが爆弾落とす速度はね、速くなったよというので、まあ、なんか結構ね、界隈ではすげえ過保だだ、もうすごい騒がれてますけど、まあ、どうなんでしょうかということで、今日はね、こちらやっていきたいと思います。さあ、まあ、そんなわけで、ボムバルーン、光景点バルーンをやっていくんですが、なんかね、どうなんだろうな。まあ、明らかに、強化にはならないよねっていう修正ですね。まあ、なんかいろんな意見があるんですけど、やっぱ全体的にはね、過保だっていう意見が多くて、なぜならですよ、まあ、バルーンの、まあ、いいとこというか、まあ、ロマンっていうんですか、そのバルーン一発届けたら超大ダメージじゃないですか。バルーンって言ったらだって2発ぐらい落とせばそれだけで倒れるわけですから、まあ、そう考えると、いや一発バカでかいじゃんっていうところで、まあ、その一発がやっぱなかなか届きにくいのが、まあ、このバルーンデッキの特徴というか、まあ、バルーンの特徴なんですよね。まあ、施設あるとね、その施設突破するのも大変ですし、まあ、トルネードで送らせられたりとか、雪玉でね、なんかされたりだとか、もう相手のディガーの位置エロいっすね。そう、だからバルーンって、まあ、一発届けるのが大変だよね。で、どうやってその一発を、届けようかなっていうのが、まあ、こう、肝になってくるというか、まあ、楽しいところだと思うんですけど、まあその一発届けたとしてもね、そのダメージが減っちゃったらみたいな、そう、そのバルーンの、まあ、いいとこというか、楽しみがね、なくなっちゃったよねっていうのが、まあ今回の調整ですよね。で、まあ攻撃速度が逆に速くなって、まあいいところって言えば、まあ、バルーンの HP が、結構残ってれば、その後はね、すげえダメージ与えてくれるよねっていうのが、まあいいとこですね。そう、でも相手のタワーにバルーンが結構 HP 残ってたら、基本的に今まで折れてますから、そういうシーンって、そう、だからまああんまりあんまり変わらんのんじゃねというか、まあいい部分はそんなに広がらず、悪い部分がちょっとこう目立ってきちゃったというか、なんか悲しい修正っていうのはすごい今回言われてますね。うん、さあ、まあバルーン飛ばしていきましょうか。相手のデッキは、なんか高回転の、これ、クエイクっすね。いや、これ、俺も動画に出そうと思ってるやつなんですけど、あと、バルキリーガールとかだと思うんだけど、平均 2.6、クエイクディガーデッキじゃないですかね。よいしょ。さあ、まあ、ここ、今までだと、テスラとかの突破も、まあ、バルーンってできたんですけど、雪玉プラスのね、そう、バルーン一発で壊せたのが、もう壊せなくなりましたね。これ、今見てもらえれば分かったと思うんですけど、これ2周目バルーン回さなきゃテスター突破できないんでね、回します。そうなんですよ。もうサイクルがというか、サイクルじゃないね。もうバルーンの攻撃力減ったことで、施設をね、一発で壊せなくなりましたね。まあ、前で言うとってなんだ？今までだと、なんだろうね、大砲とか、まあ、テスラとかも雪玉と組み合わせれば突破できたりとかできたんですけど、今回の修正で、墓石以外の施設はね、突破できなくなりましたね。よいしょ。さあ、2周目バルーンとかも使いながら、なんとかダメージね、稼いでますけど、結構きついですね。だから施設突破できなくなったのが、バルーンがなかなか通んなくてきつくねっていうのはちょっとありますね。さあ、で、ここまで来ると、もう僕はディガー削りですね。で、ここにスケとかなんかちっこいのがいっぱい来るかもしれないんで、適当にね、雪玉とかも打って、もうバルーンはね、やっぱなかなか通りません。今回の修正で施設に対しても弱くなって、まあ破壊力も落ちてというので、どうにかね、一発届けたいよねっていうバルーンはね、ちょっと苦しくなったかもしれないですね。まあほんの一つメリットというか、まあ強みができたのとするならば、その施設が壊れないので、施設2個で今までバルーンってキング起動されてたんですよ。そのね、真ん中に例えば大砲を置いて2周目の大砲でキング起動だったりだとか、まあ本当ゴブドリと墓石とか、まあ、とりあえずキング起動されやすいっていうメリットがあったんですけど、まあ、そこが壊れないので、危ない、そうバルーンで施設が壊れないからこそ施設2個でのキング起動をねされなくなったっていう、
まあそこぐらいかな。メリットはちょっとあります。まああとはそれこそね、 HP がめちゃくちゃ残ってたらやっぱ破壊力が高くなってるので、まあそれこそね、重量級のラバルであったりだとか、まあ、レイジーに乗ったバルーンであったりだとか、まあ、なんかこういう高回転のバルーンではなく、なんかちょっとね、やばいこれ変なことしてる、ちょっとこう違った重みのあるバルーンデッキですね。レイジバルーンとか本当にフリーズのバルーンだとか、まあ、そういうデッキになってくると結構ダメージがやっぱ入りますから、前よりはもしかしたら強くなってるのかもしれない。まあ強くなってるという表現はわかんないですけど、なんかね、一撃で持っていけたりとかも全然ありそうな気はしますよね。そうだから、まあ高回転のこうバルーンディガーデッキはちょっと苦しくなったかもしれない。まあですが、フリーズとかレイジとかそっち系のバルーンだったら全然戦えるんじゃないかなっていうのが、まあ今回の修正ですね。でさ、これ、まあ、バルーンデッキもなんか人によって全然立ち回りとかがあるんですけど、そのもうバルーンを全然飛ばさない人もいるわけですよ。もうずっと守る。まあ最近この立ち回りがねちょっと多いですね。もう一生守ります。なんかもうディガーで回してバルーン一回も出さんじゃんみたいな立ち回りも最近結構います。だからもうそっちの方が多いですね、バルーンデッキで。イモってイモってそのバルーン最後にね投げて一発通してはい勝ちみたいなのがちょっと多かったんですけど、まあそういう立ち回りだと今後苦しくなるのかなっていう、一発の力がね低いんでね。なんでこう、まあ最近減ってた、まあ昔のね立ち回りというか、昔多かったのはマジでそのバルーン飛ばしまくるんですよ。飛ばしまくってもうお前攻めすぎやろぐらいバルーンを飛ばして、まあ回転で2周目3周目とかの回転のサイクルでバルーンを通していくっていうのが今後ねちょっと大事になってくるんじゃないかなっていうのはありますね。もう守ってるだけだと最後のバルーン一発では逆転できないだとか、まあどうだろうな、結局一発通ればある程度のダメージあるものの、そう守って守ってよりかはもう攻めて攻めてのバルーンとかもちょっと増えそうな気はするんですけどね、どうだろうっていう感じ。まあなんか言うて高回転のこのデッキはマスケがね強化されちゃいましたから、マスケがねマジで強いのよ。これはね運営さんやってると思いますよ。危ないですよ、本当に本当にね危ないですからね。ぶっ壊れ領域来てますからね今回のマスケは。よいしょ。そうだから、まあそう考えるとまあこのバルーンデッキはね全然強そうですよねっていう。さあこれ、迫撃のターゲットワンチャンディガーで取れたらみたいな思いながら、さあ今回相手は迫撃ディガーで槍立て線のガゴムレもう一枚とかじゃないですかね。よいしょ。さあまあ適当にカード回して、なんでこのさっきもちょっと言いましたけど、立ち回り2種類あります。はい、一生ガーイモですね。もうバルーン一回も出さずにもう最後の最後に今だって時来たらバルーン飛ばすだけの戦術と、もう序盤からゴリゴリバルーン飛ばして相手が対空持ってたとしても、1周目は対応されるよね、でも2周目3周目は通るよねっていう、まあ、回転でねゴリゴリ突破していくパターンもあるよねっていう、まあ、なんでこう自分の立ち回りやすいように戦ってもらえればいいのかなとは思うんですけど、まあ、僕はどっちだろうな。お、うまい。さあちょっと怖いですけど、まあガゴムでね来ましたね。まあ僕は気分で気分で立ち回り変えるかもしれない。そうちゃっちゃ攻めたいなっていう時はもうゴリゴリ飛ばして、やっぱ回転が速いのがこのデッキの強みでもあるので、まあ、1周目ガゴムレでね守られたとしても2周目のねあのバルーンにはガゴムレ相手は出せないのでっていう回転ゲーで攻めることもあります。さあでこの時点であった相手も防衛5確定とかですからね、どうなんだろう。あのバルーンの一発がやっぱね弱かびっくりするぐらい今弱かったですね。さあよいしょ。まあここはなんかスケとかまあタルユキとかでもある程度守れますからね。でここでもう一回バルーン行くと相手はね今ガゴムレ使ったので間に合わないんじゃないっていう、まあディガーとかも本当は組み合わせたいですけどね。よいしょ。
さあ、このバルーンの一発さんがね、そう見るとすげえ弱くなってますね。いや、生きてー。マジで、なんか脳死でバルーン飛ばしたくなるんですよね。いや、マジで、本当にバルーンというか、まあ、クラロワにおいて人によって立ち回り全然違うんで、そんな攻めるって言って守る人もいれば、全然攻めんやんって言って戦う人もいるんで、さあ、ちょっとだけ危ないかもしれない。まあ、言うてバルーンの爆破が、バルーン爆破が強い。で、こうなってくると、本当にね、結構爆破削りみたいなところがあります。あとはバルーンの爆破とディガーですね。このディガーで削っていきたいっていうのが、まあ理想になってくる。よいしょ。さあ、雪玉。まあ縦線でディガー拾われるのちょっと厄介ですね。この爆破でも届けばラッキーみたいなとこありますから。さあ、ガゴムリ系ね。ちょっとめんどくさいんで逆サイ誘導してあげて。さあ、で、もうここでね、さあ攻めてあげると。あれでも縦線いいな。で、迫撃でしょ。で、ヤリコブリンが、来る。よいしょ。ファイボか？ここにはファイボを使って、さあ、くれないが、サイクルがどんどんね、崩れてきてます。よいしょ。よいしょ。でさあ、あえてこれちょっと嫌ですよね。ファイボ使う、さあ、ディガーと。まあ、縦の戦士がね、これまたね、厄介なのよ。あ、これ、迫撃、ディガーに行ってて、槍も処理できて。いや、これ結構熱いぞ。さあ、どんどんね、もう相手もついてくるのがしんどくなってくるんですよ、僕に。よいしょ。で、今回またガゴムレ使ったんでね。サイクルがね、理論上相手は苦しくなってくるんですよ。さあ、暇なんで雪ぐらい打って、で、この爆破で相手のユニットもね、結構沈んでくれるんで。で、これ多分ボム使わなきゃ危ないです。さあ20秒でバルーン、あ、待って、縛った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 。さあバルーン、ディガー、マジで言っちゃえば本当こう端前バルーンディガーポン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 出しとけばなんとかなるよねっていう、まあ回転のね、回転チンパンですね。うん、まあ今後どうなんだろうな。もう一発がねヘボいですから、もうバルーンを届けるというよりかはバルーンを餌にディガー削りであったり、まあバルーンの爆破が届けばいいよね、みたいな。そう、バルーン一発通っても、まあ通ったらでかいですけど、前ほどの破壊力がないんでね。まあこうやってずっとディガー削り、爆破削りが、まあ大事になってくるかもしれないですね。さあ、まあそんなわけでね、まあ、下方と言われても、別になんか1秒間のダメージっていうんですか、その、で考えたときに、それ自体は変わんないらしいんですよ。1秒間のダメージ量で考えると、そこは多分一緒らしくて、まあだからちょっとこう違うカードというかね、ちょっと違う感じにはなったものの、別に弱いわけでもなく、まあ使えないわけではないよねっていう。まあ弱いか。まあ前よりは弱い。そういう考えの方がいいかもね。今のバルーンで考えるんじゃなくて、まあ、昔の前のバルーンで考えると、まあ、前よりは弱いけど、まあ全然使えるよねっていう。うん、そんな気もしますね。さあ、今回相手はコカッちゃん、コカッちゃんです。コカッちゃんならもう一生ディガー削りみたいなところ。バルーンがマジで通んないんですよ。その、コカツって言ったらテスラとロケットとか、インフェとロケットとかがあると思うんですけど、まあ基本的に通らないので、こう内側っすね。マジで、本当にディガー削りみたいなとこありますかね。あ、それ相手、でかっ。これロケでディガーと一緒に行かれるから、ディガー奥にしとけばよかったっすね。さあ、もうマスケが、強化されたマスケが暴走しちゃうぐらい。マジで攻撃速度速い。2発分ぐらい増えてる気がするけどな、今の。はい、ということで。まあ、バルーンは通んないものの、まあ、相手がね、今の無理に、プリンセス延命しようとして散骨しゃしゃってましたね、あれは。さあ、その分で、大ダメージと。でも、バルーンこれ、相手諦めたかな。さあ、諦めましたね。
まあ、ロケット使ったすぐだったんで、まあ、このアイゴルバルーンディガーもね、まあ、テスラとかで止まるかもしれないんですけど、まあ、ワンチャン雪玉とかでネジ伏せれば、まあ、突破できないこともなかったかなっていう。さあ、まあ、そんなわけでね、まあ、この一発がね弱いですけど、これぐらい HP 残ってるともう無限に削るよねっていうのが、まあ、今回のバルーンかな。ナイス。さあ、まあ、そんなわけで、まあ、でもこのボムバルで考えたら、バルーンは下方されたものの、下方リワーク、まあ下方寄りのね、マスケがマスケが強くなったんで、このデッキで考えたら、まあプラマイゼロぐらいにはなれそうだけどな。いや、これマジアチくんのかな。ペッカ工場か、まあ神器っぽいですね。今が射抜いてこないのはね、どうなんだろう。ペッカじゃないのかよ。あーさ、射抜きマジアチいますね。よいしょ。だから頑張って一発届けても、それがちょっと小さいダメージなのはまあ辛いが、だがしかし、マスケの防衛が強くなったんで、これね。さあ、いや、早めのザップが来る。いやー、今キングに行って金起動したらね、天才だったな。まあ運が良かっただけなんですけど。さあ、で今相手はエレキ持ってるんで、バルーン飛ばしてもみたいなところはありますね。よいしょ。まあペッカ工場言うて対空マジアチとエレキと、まあ、ハイボ、そうなんでバルーン飛ばし得に見えるんですけど、意外とこのリークが多いので、バルーン飛ばして相手のゴースいうのがね、守るコストがなくなったりとかもあるんで、ちょっと気をつけなきゃいけない。さあ、いや、もうこれ飛ばしたくなるな。有能しばきたい。さあ、でエレキとかはもう僕が攻めたんで許容ですね。はい、僕が攻めたんで、この俺は攻めたカウンターのダメなんで、ね、しょうがないですね。これ今までだと、もうあと相手のね、あのタワーマジ1500とかだったんですよ。そう考えるとやばいね。今までが強すぎた、もしかして。やばくない？だってバルーン2発と爆破ダメとかで多分折れてましたよね、今まで。3発だっけ。だからもうすぐバルーンでタワー折れてたイメージがあるな、今まで。ちょっと暇なんでね、相手のマジアチャやりたいなって。さあ、まあボム置いて、アイゴル爆破で言うの消えねえかな。いや、まあ陸行き豊富すぎるっすからね、これ。でさ、バルーン飛ばして、まあ、ディガーは多分ディガー受けがね、来そうな気もするんだけどね。バイボか。なんとも言えんディガーした。いらんかったな、今のディガー飛ばさんでよかったっすね。さあ、ヤンキーな工場パパがいる。さあ、これしっかりザップとかもね、来るかもしれないんで、なんか変になんで、今みたいなね、ディガー飛ばしてるとやばいっすね。大ピンチになっちゃうんでね。さあ、でこういうのも延命できるならしたいんですけど、まあ、無理にしすぎるとこっちも苦しくなるんでね。無理そうだったらもう捨てて、回転早いんでね、次のマスケを連れてくるでもいいですね。よし。さあ、ここはちょっと相手がね、イケイケになりすぎてるんじゃないっていう。あ、いてよ。さあ、こうなってくるとね、なかなかね、相手も対空ずっと持ってますから、ちっこいので回してですね。いや、そういうことをしてくると俺のターンが来るよねっていう話なんですよ。さあ、これですね、相手エレキですね。エレキしかいないから、今の間にぶっぱしてあげて、勇気でね、こっちいらっしゃい、こっち側にいらっしゃい、こっち側に。で、前までのバルーンだとこれ落としたら勝ってたんですけど、今回のバルーンだと落としたら終わらない。あ、でも2発目が入る。さあ、ということでね、一発能力低いですけど、二発目が入りましたね。ナイス。
というわけで、まあ今までのバルーンよりは、まあ確かにな、まあ、デッキによるかもしれないですけど、攻撃点バルーンだったらきつくなってる部分はね、多分多いと思います。まあ一発低いのもですし、施設突破が苦しいのもね、結構でかいとこかなと思うんで、まあこれからはね、ディガー削りであったりだとか、まあフリーズ、レイジとかそういうので一発持っていかないと、ちょっと苦しいのかなと思いました。まあということで、まあこのボムバル自体昔からずっと存在するデッキで、今後も残ると思いますし、バスケは強化されてるんでね、まあ皆さんもぜひね、これ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。